どうもこんにちは速歌塾の久保ですえー、今日はね奈美さんのぼやき動画を拝見しているところですけどもなんかそのライブ放送をねする時間帯がやっぱりこう決めたんだけどもよく考えてみたら合わないよみたいなところがあったりとかねするんですよねで私もねライブ放送毎朝5時半からさせていただいてるんですけどもまあ実はこのライブ放送ね夜の9時からだったり まあ、9時半からだったりとか今までもいろんな編成をたどってるんですよねライフスタイルに合わせて放送時間を変えたりとか、まあ、そもそも YouTube にライブっていうコマンドがない時っていうのはあの Facebook ライブをしてたんですよね Facebook ライブをしていてでその Facebook ライブの動画を YouTube にアップロードするみたいな手間をかけていたんですよで今 YouTube ライブがもう直接できますんですごく楽だなっていうところもありますしね そのもっと前は、ライブ放送専用のアプリ、ユーストリームっていうのを使ってたんですよね。まあ今、おそらくね、私と同じような理由で、ユーストリームを使ってる方ってあんまりいないんじゃないかなと思います。というよりも、ユーストリームっていう会社どうなってるのかね、これもちょっと後でリサーチして動画にしてみようかなって思うところでございます。まあいずれにしましても今は、YouTube でそのままライブができますんで、まあ、非常にやりやすいですよね。で、今回はね、この放送の中で、 なみ、まあ、さんが言ってることに対してどうこうとかね。私がライブに対して思ってることどうこうじゃなくって、ちょっと背景を見てみようかなと思います。ね、やっぱりライブ放送をする際に背景ってとっても大事でね。まあ、私みたいになんかよくわかんないような、ね、背景を使っていらっしゃる方もいると思いますけども、やっぱなみさんのライブはすごくシンプルでね。で、こちらの方にアイコンが作られてますよね。これなみさんを自身をイメージしてるものだと思いますけどもね。それから、 軽くここに何らかのポスターが貼られているのかなっていうところがあります。これタオルかな、はい、で、こちらの方になんかクマちゃんかワンちゃんか猫ちゃんか何かがぶら下がってるみたいなところですね。なんか非常に女の子っぽいっていうかね、女性っぽい雰囲気出てますし、す、まあ、素敵ですよね、榎並さん自身もね、えー。しっかり準備して出られてることが分かります。もうう私のライブ放送はねもう本当にこう 雑然としているような感じなんですけども、まあ、これは2つの意味があって1つはねまあいつでもライブがポンとできるようにしていることもう1つは普通の暮らしの演出なんですよまあ普通の暮らしって言ってもねうんまあ普通じゃないよそんなのと言われるかもしれませんちょっと贅沢をしているような気はします私もうん 自分の暮らしの水準を評価すればいいのか非常に難しいんですけどもまあ少なくとも私は今その想像できないような暮らしをさせてもらってるかなと思うんですよ。というのがこのネットビジネス始めた時って借金もねあったしで赤字の麻雀店は抱えていたし見通しはなかったし当然独身で持ち家はもう諦めていたし。 っっていうところだったんですよそれが 40, 歳の私でした40を過ぎてなんかインターネットビジネスで稼げるって噂を聞いてでちょこちょこっと自己アフィリエイトからやってみたらうわこんなお金稼げるんだっていうふうにね自己アフィリエイトの最初のクレジットカード作成の2万3万でびっくりしたわけですよでそっからこれはとんでもない金持ちになれるぞっていうふうにその日のうちに直感したんですぐに フェイスブックを使ってインターネットでパソコン一台でお金をその場で稼げる方法を見つけましたつっ,ってね、記事を書いてその方法を知りたい方は私の始めた速可塾の講義を受けてくださいよっていう風に書いたんですよね。で、私の速可塾の第一回目の講義は自己アフィリエイトのやり方を教える2時間だったんですよ。ね。こちらの方をスタートして一気に 私の暮らしししは変わりままたた弟子もすぐできましたねその弟子もすぐ稼ぐようになって私はますますね自分だけではなくて自分が体験したことを学習したことを人に伝えるとその人も稼げるようになるんだっていうふうに思ったんですようんそっからもうねノンストップでここまで来ましたね、うん、でインターネットの扉を開くとその投資の世界とかね暗号通貨みたいな世界とかね この YouTube の世界とか転売の世界とか広がっていってそしてその頃ずっと教えてもらった六本木ヒルズヒルズ族っていうところに直接弟子入りすることができてねヒルズ族ですよネオヒルズ族かネオヒルズ族の直の弟子ということでね当時テレビとか雑誌とかにもよく取り上げられてましたんでその勢いを買って広島の 速化塾、ね、これも膨らんでいったのかなというところがあります。で、まあ、今もねあの全国47都道府県に弟子さん弟子とかねそれから YouTube の視聴者さんを抱えるようになってまあこれで人生安泰とは言いませんけどもとりあえず借金もなくなって肩の荷が下りたしでいきなり持ち家を持っても家のローンはないし。 車も何台か好きなのには乗れるようになったし。で、なんとね、結婚して子供をね、40過ぎてから出会った人とモテるようになって、わあなんか、なんかね、変わったなと思うところですね。で、これからはね、同じ世代でチャンスを失った人に、一人でも何とかしようと。これはおこがましいんですけども、もう、例えばね、50代で、 就職活動もなかなかむ難しいと。うん。それから体力が落ちてきたんで、うん。体力仕事を一日にね、8時間、10時間もできないよとか。あと精神的に参っちゃって、その組織の中で働くことはもうどうしてもね、難しいんだってっね。私と同じように、自宅にいながらね、インターネットを使って、多くの人と繋がって、そして、その人たちに商品を提供することによって、生計を立てていく。もちろん、 自分一人だけではなくて家族を養うぐらいの余力がある。まあ、そんな暮らしをね、順番に開いてもらえたらなと思ってますね。もちろん、100人中100人がそうなるっていうことではありません。どんな世界もできる人から順番になっていくと思います。で、私の伝え方ももっともっと工夫しなければ、そんな言い方じゃよく意味がわかんないよ、うまくいかないよっていう方もいらっしゃると思いますんで、受け取る人に応じた ボールの投げ方をね、これからももっともっと工夫していかないといけないなというところですね。そのためにも私自身、勉強です。そして、この力を、実はね、私はね、自分の子供にも使っていきたいと思うわけなんですよ。通常、子育てをする中で、進路に迷ったら、子供がね、10代の中盤から後半になってくると、どんな会社に就職するのかとかね、そのためにどんな学校に行けばいいのかっていうのが、 過程で話題になると思いますけども、まあ私はねお前はどんなビジネスをしていくんだとかねお前はどの投資に自分の身を委ねるんだっていうふな切り口かなと思うんですよできればね例えばまあ FX でもいいんですけども FX で日々お金が稼げるようになったら別に進学とか就職とか気にしなくていいわけですしね 自分の豊かさは自分で作っていけるのかなと思うわけですよ。そういった力も、こう継承できたらいいなってとこですかね。はい。じゃあ、ちょっと話がだいぶ別の方向に行っちゃいましたんで、この辺で終わりたいと思います。じゃあ、ナミさん、今日もありがとうございました。